それでは参りましょう。エントリーナンバー1、会津学法高等学校、なんちゃってホームステイ。ステイ。皆さん、今の日本では家族ぐるみの付き合いや地域とのつながりが失われてきているとは思いませんか？また若者と地域とのつながりが薄れてきているとは思いませんか？近所の方をよく知らない、交流がないことが当たり前になってはいませんか？ここで質問です。最近近所の方に挨拶をした、会話を交わしたという方は手を挙げてください。多いですね。素晴らしいと思います。皆さん地域の伝統や文化は受け継がれていますか？絆を感じたことはありますか？私たちはそれらの問題を解決するために、まず家族という関係に目を向けました。私たちは家族と地域の在り方を考え直し、そしてその価値を再認識するために、家族型ワークショップなんちゃってホームステイ in ジャパンを提案します。このなんちゃってホームステイ in ジャパンを思いついたのは私自身の体験にあります。今年の春休みを利用して横浜にあるいとこの家に泊まりに行きました。そこでは家族が家族の手伝いをするのは当たり前、一方私は母親に家事を任せっきりで全く手伝いなどしていません。反省しました。そこで学ぶこともたくさんありました。なんちゃってホームステイの仕組みを説明します。まず私たちでボランティア組織N ドットクラブを立ち上げます。はじめは協力してくれる友人、知人、親戚たちとその家族から始めようと思います。その方たちになんちゃってホームステイの趣旨を説明し、ゲストの受け入れに賛同してもらい、このようなホストファミリープロフィールを登録してもらいます。ホストファミリーはゲストに、ファミリーではどんなことが体験できるか、またはゲストに何をしてもらいたいかを書いてもらいます。まずゲストは高校生と大学生から始めたいと思っています。ここで重要なことは、ゲストはホームステイしたいファミリーを登録されたホストファミリーの中から選べるという点です。こちらのイラストをご覧ください。ホストファミリーの A さんは釣りが大好き、対して B さんはガーデニングが趣味、そしてゲストは釣りが趣味です。ゲストは自分と同じ趣味を持つホストファミリー A さんを希望することもあるでしょう。しかし自分とは未知の世界で生きているホストファミリー B さんを希望することもあるでしょう。ホストファミリープロフィールから発信されるメッセージが大切ですね。そしてマッチングが確認されたら、ゲストも自分のプロフィールを持ってホストファミリーのところへ行きます。マッチングも大切ですが、きっと意外な発見や新鮮な驚きとも出会えると思います。何しろ他の家族って異文化ですからね。ご飯を食べる時のルールとか、お風呂の入り方とか、洗濯物の畳み方とか、布団を敷く順番とか、それだけでも新鮮な発見です。本物のホームステイや留学よりも手軽だし、 in Japan なので言葉の心配もいりません。なんちゃってホームステイを体験した後、ゲストは N ドットクラブを通じてホストファミリーにそこで得た学びへの感謝の気持ちやリスペクトを伝えましょう。それは手紙やアルバムといった形あるものにするといいですね。このなんちゃってホームステイの体験で得られるものは、
尊敬と信頼、そして絆です。このなんちゃってホームステイを体験することで、改めて私たちは自分と自分の家族、そして世間との絆について学び、気づくはずです。今まで当たり前だと思っていたことが、実は当たり前でないことを知ったり、大人にもいろんな価値観の人がいることを知ったり、自分自身が大きく成長できます。よその家にもその家なりの暮らしがあることが分かるし、地域社会に目を向けるきっかけにもなるでしょう。なんちゃってホームステイで得た絆は、これからの地域を創造するための力になります。このなんちゃってホームステイがやがては地域を超えたつながりになればいいと思っています。具体的な課題はまだまだ多いです。ですが、私たちは地域と家族の在り方に新しい風を吹かせ、地域社会を活性化していきたいと考えています。それが家族型ワークショップなんちゃってホームステイ in Japan です。レイ、はい、ありがとうございました。さあ、それでは審査員の先生方との質疑応答に移らせていただきます。先生方、挙手の上ご発言をお願いいたします。ご質問等ありますか。はい、赤池先生お願いします。小中学校生が体験した方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、なんで高校生と大学生をターゲットに限定したんですか。はい、お答えします。まず高校生と大学生が始めるというのは一番大人に近いからです。高校生というのは進学と就職に分かれることが多いです。就職の場合、その時に行く面接などのものが、会社などに就職する場合は面接などがありますが、自営業や自分でお店を作りたいという人は、そういうお店を作っている方にお話を聞ければと思いました。また高校生が進学する場合、他県に行く場合もあります。その時に他県の伝統などを知る場合に、このような制度を使えばいいなと思います。大学生も同じです。大学生も他の県から来たり、他の県から来る場合に、その地域の伝統をよく分からずに出て行ってしまう場合があると聞きました。その時にこういう制度があれば、地域の方と一緒に考えることもできるのではないかと思い、高校生と大学生から始めることにしました。はい、わかりました。はい、先生方、他にご意見等ございますか。はい、では竹内先生お願いします。ホームステイっていうところに着目して、すごい面白そうな案だなという感じが持ちました。どのくらい、それで具体的な質問なんですけど、例えばどのくらいの長さそういうところにホームステイするのか、それから学校とかもあると思うんですけど、学校はどうするのかとか、そういう辺、その辺はどういうふうに具体的に考えてますか。はい、お答えします。期間に関しては学生たちの夏休みや長期の休みを使っていきたいと考えています。それで、あ、なんだっけ、あと学校か、あ、補足します。すいません。学校などはどうするかという質問ですが、学校のカリキュラムに組み込めばいいと思っています。ここの大学に発表する前に、地元の会津大学という大学で発表もさせてもらったんですが、その時にその大学の先生に、カリキュラムに組めば生徒たちも自分から興味を持って参加してくれるのではないかという提案もあったので、そちらの方も考えていきたいと思っています。はい、ありがとうございました。みんな緊張してるんだね。はい、はい、ありがとうございます。はい、他にご意見ございますか。はい、では、はい、小山先生お願いします。はい、あ、お疲れ様でした。僕はすごく好きな切り口なんですけれども、
ぜひ実現できたらいいなと思うんですが、実現させるためにいつ一番必要なことは何だと思いますか。はい、お答えします。一番大事なものはニーズの獲得と、それを受け入れてくれるホームファミリー、ホストファミリーの方に説明だと思います。今具体的な課題が多いと言ったんですが、本当に具体的な課題が多く、これからいろんなことを決めていかなければなりま、実現にはいろんなことを決めていか、ね、いかなければならないので、そのことをしっかりと考えて、何が大事なのかとか、ニーズをどうするだとか、そういう利用するにあたって分かりやすいものになっていけばいいと思っています。僕が何かお手伝いしますと言ったら、僕に何を頼みたいですか。運営にあったノウハウを全て教えていただきたいです。あれ、それ自分たちで考えるんじゃないですか。自分たちも考えるんですが、アドバイスなどをいただければなと思います。そうですか、はい、わかりました。はい、はい、今村先生お願いします。プレゼンテーションお疲れ様でした。お疲れ様でした。これまで の1ヶ月間ですかね、前回1ヶ月ですか、ね、何か今回プレゼンテーションができることになるまでの1ヶ月間の間に、企画で、ブラッシュアップした点とか実験してみたこととかあれば教えてください。はい、今回このプレゼンをするにあたって、やはりこのなんちゃってホームステイを自分たちで体験してみるということはすごく大切だと思ったのですが、それが実現できませんでした。しかし地元の会津大学にこの話を持って行った際に、実際に僕もやりたいとか、そういう声が上がってくれました。なので具体的なことは、私が大学生になってからそういう受け入れてくれるところのファミリーのところに行って、もっと学んで、またもう本当にわがままなんですけど、本当に実現化したいので、そこで学びたい、経験を通じて学びたいと思っています。はい、それでは、はい、牧田先生お願いします。さっきホストファミリーの獲得が一番の課題だっておっしゃってましたけど、はい、で実際に体験したかったけどできなかったって言ってましたけど、はい、原因って何ですか。具体的に教えてもらえますか。原因はやはりもう少し長い時間をかけて、私たちが外のファミリーに行くって時に、計画、やっぱり長い時間をかけての計画が大切だと思いました。マッチングが認められてからのそういうケアだったりも大切だと思います。なので今回1ヶ月間という短い間での準備だったのですが、その間 で準備しきれなかったというのは、やはりこの課題だと感じています。多分抵抗感があると思うんですよね。で時間が足りなかったっていうのは、何かを分かってもらえなかったのかもしれないけれど、何が分かってもらえなかったと思いますか。はい、一番は安全面だと思います。親戚などのいとこの、例えばいとこの家に泊まりに行くとかだと、私の親はあ、いいよって言ってくれるんですが、他の他人の家に行くとなるとすごく抵抗を感じていて、多分安全面とか、そういうその後の泊まった後のケアとかがまだできてなかったので、そういうことに関して抵抗があったのではないかと感じています。その抵抗は泊まりに行く方の親が、それとも受け入れる方の、泊まりに行く、私は抵抗がなかったんですが、まだ未成年で親の承諾が必要だと思って親に喋ったら、そういうことを言われました。なるほど、泊めてくれる人の方の抵抗じゃなくて、止めてくれる方はすごくフレンドリーでいいよって言ってくださったんですが、私の親が、なるほど、はい、わかりました。そっちの説得も必要ってことなんですね。未成年の場合はそうなると思います。なるほど、はい、わかりました。
はい、ありがとうございます。それではすみません、ここでお時間になりましたのでここで終了とさせていただきます。エントリーナンバー1番発表は会津学法高等学校なんちゃってホームステイでした。ありがとうございました。ありがとうございました。